いなくなりました。はい、残念なことで、ね、残念なことでございますね。まあ、うちはいいけど、じゃあ、2人で行きますか。いやいやいや、こんなわけにもいかんでしょ、いかんでしょ、あの、もう一人のメンバーが代わりに、おニューメンバーを呼んでおります。そんなバカな、わお。じゃあ、呼んでみましょうか。はい、ニューシュンロー君です。どうぞ。ニューシュンロー君。いやー、もうそんなことないよないよ。ニューシュンロー君、いつもナレーションしてくれてる、美人子タブのサンちゃんです。どうもサンです。よろしくお願いします。いつも声だけやったからね。いや、シュンローさんの代わりに。はい、ってことはですよ、おそらくナレーションではシュンローさんが、そうそう、喋られたとか。ガラスのハートのシュンロー君もね、傷つきながら喋ってる。お前が悪いねんぞ。休もう、お前が悪いねんぞ。楽しみ。10月の4日、5日に美人子ターボ、お母さんがゾーマ、角間まで見に来てね公演をここでやります。平日公演なんですけれども、よかったら見に来てください。ここはなんか角間のあのこのルミエールホールのスタッフさんに、結構今日関西の松陰劇が好きな方がいるんですよ。力を入れていらっしゃる方がいて、で、それで結構若手の劇団とか、一緒にやりませんかっていうことをされてるそうで。門増しとかで結構来たりする人います？門増批判的な。いや普通に角間に来るってなったら、もう教習所とかでね。教習所のイメージはある。あ、確かに免許更新とかはもう、あの未来的な車乗れるとこでしょっていう感じでやってるよね。この間ね、ちょっとあの劇団のこともあって、キックもあって、ちょっと古川橋界隈をね、ちょっと歩く機会があったんですけど、このルミエールホールと逆側にね、あのちょっと歩いていったら、なんかもう結構お二人が好きそうな街並みがね、結構並んでたんですよ。あ、行こう行こう行こう。じゃあとりあえずビル買いに行くか。給水ポイント、給水ポイント到着。駅の向こうにもコンビニありました。界隈。よいしょ。いや。よいしょ。じゃあ。さあ。よいしょ。移動移動。しますか。こっち？とりあえずそのコンビニのローソンまっすぐ。こう行ったこの道。あ、この道ね。はい。なんでここたまたまふらってきたかって言っても。うん。あの辺の道からね、みんなここチャリンコがめっちゃどんどん吸い込まれるようにこの道入っていってたから、なんかこの先なんかあんのかなと思って、こう行ってみたんですよ。なんか鳴ってる、なんか鳴ってるで。何あれ、あれ何？学校かな。いやいや、あれ違う違う違う、鳴ってるっていうように、あのザクロですよ。遅いわ。あ、今サヒトさんズが見えた。絵の見させてもらったわ。なんやねん。あ、なんじゃここ、なんやこれ、タイムスリップしたみたいな。ほんまやね、誰か出てきそうやね。ごっそ金持ちやろね。こういう作りが残ってるのはすごいっすよね。ねえ、すごいな。もうここに入ってくると完全に下町な感じですね。ああ、いいですね、界隈っぽい。界隈っぽい。でもその界隈っぽい会話をしてるとき、うん、いいよいいよ、続けて。何この優しさ。何、今日は優しさやね。今の春郎さんやったらめちゃくちゃ怒ってると思う。絶対無視して喋るよ。ちょっと撮影とかして大丈夫ですか？あ、大丈夫してもらって。なんかあの麺の専門店ではすごい食い付けなんで。あ、ありがとうございます。でも結構古いですよ。もう半世紀ぐらいになります。半世紀。すごいな。おすすめとかは？おすすめはでもやっぱり今は
はもう沖縄そば入ってたんで。沖縄そば、うわ、いいな。こっちの方が割となんかすごい、あのなんていうんですか、下町というか、駅の向こうと比べて、こっちの開発がね、もうされてるから、おしゃれ、ちょっとおしゃれですね。ここでも焼いてるんですか？そうです、もうなんか焼きそば焼いて、もうテイクアウトと、かっこよく言えば、かっこよく言えば、まあね、お茶飲み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 、うちの麺はちょっと細麺なんで、細麺大好きです。うわ、もう大好きですよ。じゃあ、これも焼いてみますか。はい、はい。あ、じゃあここら辺はね、全然大きく変わってないし、うん、いや、そんなこともないかな、うん、まあ、焼きそばそこで焼いてて、はい、下を見ると、超しびれダイエットがあるっていうのがちょっとなんかここは、こっちないですよ、これはどっちやねや、いやいやいや、これどっちやねやっていうのは炭水化物しっかりとってから取ってからダイエットを。じゃあさっきの製麺屋さんで作ってもらった焼きそば、あ、細いですね。細いですね。どうですか。あー、これ。あ、おいしい。もういろんなもん食ってるやん。おいしい。麺がすごいコシがあって。ちゃんと沖縄そばをその沖縄料理屋さんにおろしてるんだね。もう向こうの人が認める麺を作ってる。それこっですね。これ食べてみるか。これ食べてみるか。うん、美味しいから。美味しいから美味しいですね。美味しい。吸い上げてみさ、ほらほら。ほら、吸い上げろ、カメラマン。ちょっと罰ゲームみたいになってるやん、もう。てめえ、この野郎。ふざけやがって。はいはい。大宮くん。大宮くん、大丈夫？まあ、地元のね、案内人を、うんうん、なんかいい店あったら教えて。なんかそうそうそう、交差点と交差点、透明人間おるやろ、透明人間おるやろ、透明人間おっても見えへんの、たぶん何の話やねん。トラ吉の前に透明人間いてラーメン取る。あ、わかったわかった。そこでお待ちしてます。はい、聞いていただいた通り、しょうもない人間がいたからね。まあでもね、地元の人間に、地元の人間は強い。これは聞いてみましょう。界隈マスクでかすぎやろ、もう顔ちっちゃいんです。顔ちっちゃいちゃうわ、もうイエーイイエーイ。なんやこれ、イエーイ。夕張国際映画祭、はい、最優秀賞受賞作品、はい、主演男優の、はい、大宮さんです。どうも。落語やったり小中亭で、あ、そうです、小中亭のんべえです。一番師匠する師匠とか言ってないけど。ここ何気にスクランブル交差点やったんですか。うん、あ、六太郎って言ったらもうここ。あ、そうなんだ。門真で六太郎。門真の六太郎です。入ってみる。ちょっと取らせてくれるか、キャラ聞いてきてや。ビール持っていてあげるわ。ちょっとビールはあかん、ビールはあかん。地元の人に任さなあかん。そうだね。岸和田でもそういうのあるでしょ。ありますね。あんねん。きっと。あんね。お、早っ。早っ。じゃあ、シュークリーム。海藻っぽい。海藻。あれ、何がおすすめなの？シュークリーム。シュークリーム。こんだけある。シュークリーム、こちら。あ、これ、あ、生クリームが北海道の生クリームを使う。北海道時間はかかりますか。あの、ちなみに誰のおすすめかというと、うちの母親。あ、お母ちゃん。お母さんのおすすめが。ドーン。ドーンと。これ。北海道のシュークリーム。シュークリーム。北海道シュークリーム。ガブッとちょっと行きなさいよ。確かに行きます。あんた一番いいコメントをシュークリーム似合うんだから。どのくらいの、うん、シュークリームみたいな帽子かぶってるし、バニラビーンズ入ってます。大体入ってる。酸っぱい、ちょっと酸っぱい。えそれダメじゃないの。いや、甘酸っぱい。しゅんろうさん、今日可愛いなったね。そんなことないよ。
レベルアップのこんなんでいいですかね、自分。先輩バカにされてますよ。界隈どうなんやろな、この辺だいぶ変わったからね。あーそう、僕が若い時とこの商店街も昔栄えてたんやけど、もうシャッターやしね。あ、幸福町とかね、すごいね、なんかこんな守られてる感じに幸福町って書いてあるのがシュールだね。まあ今年3月で廃校になったんやけど、廃校になった、もう今は、はい、あの廃校というか合併されて、あ、新しいところに2つの中学が一遍に行って、生徒がおるときはガラス窓がなかったんです。ああ入ったら割れた、入ったら割れた、あうちも抑えた、そうでしょ、うん、ほんでまあまあこういう逃げ出さんようにこういう、あああるあるある、こういうのあったよね、うん、あ外から守るためじゃなくて、うちからの出ない感じ、出ない感じ、はいはい、中から外、そうそうそうっていう、まあ噂やな、噂は噂噂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 噂何貼ってるこんなの、あ、ほんまや、あ、わざとらしい、いやもう仕込んでる、いえ劇団員が来たのかね、行ったって言ってました、そういえばこの界隈を歩きました、歩きました、もうこれはもう適当に済ませました、はいはい、もう行きましょう、行きましょう、全然全然もう適当に行きましょう、界隈テレビ取材60本すごい、60本出演って絶対それ上から発生るもんね、うん、増えとって、増えてっとるってことですからね、これは僕映ってていいんですか、別に、いや、私も全然後でなんか歌えられるとかってないですか、ないないないです、ほんますか、あの時あんなに歌のにとかあって全然、ね、なんかお水かなんか飲みます、おいやー、飲みます、飲みます、ほんますか、飲ましてください、お願いします、え、嫌です、いやいやいや、もう面倒くさいわ、そうでしょ、乗車拒否みたいなっていう、何がおすすめですか、やっぱたこ焼きですね、たいや、それはたこ焼きですよね、うん、まずは、まずはたこ焼き、まずはたこ焼き、あ、じゃあもうたこ焼きを、なんかたこ焼きにいろいろあるみたいですね、はい、たこ焼きにあの味付けはソース、醤油、ポン酢なんですけどね、あんかけ書いてますけど、あんかけやってません、あ、あんかけ、これめっちゃあんかけって書いてる、あんかけやってない、はい、ええ、あの言われる前に言うとこかなと思って、あ、素晴らしい、はい、でも消しとった方がええんちゃういつかやるやろうと思って、あ、いつ最初からやってない、はい、最初からやってないです、最初からやってないんです、最初からこれ何、もうあんかけは何なん、あんかけ書いてたら喜ぶかなと思って、え、これいつか食べれるとかじゃなくて、あ、多分半永久的にじゃあとりあえず、たこ焼きじゃあ20個ください、はい、了解です、たこ焼き20個、うん、はい、あんかけです、へへへ、10個10個で味変えれます、全然全然、あ、10個10個、OK、じゃあ、あんかけと醤油と、やばいな、これ流れてて、ほんまあんかけ言われたらどうしようかなあんかけ、あんかけ、あんかけた、あんかけです、あんかけ、これがないドロッと、ドロッとしたのがあんかけ、うわー、味はソースの味するけど、見た目はあんかけ、あん、見た目もソースきっと味もソースですよ、あんかけやと思ってもらえばあんかけに、あんかけですよね、古川橋あんかけ、古川橋あんかけ食べよう、古川橋を巻き込みましたねみんな敵に回してもらっていただきます、サンチャーファーもたまんないじゃないですか、おお、お、来た、やっと食べれました、腹立つ、腹立ってきた、いただきます、地元で一番美味しいという評判の引っ張りだこさんのたこ焼きです、正しい言い方したな、絶対熱いこれ、これこれ、全然熱っこいだなめっちゃ熱いやんけこれあ、でもね、ちょっと皮がカリッとして中がね、トロトロでね、やっぱこれフルーツ私一番美味しいこれあれでしょ、だから大体さ、落語やってたらさ、枕とかもいっぱいあるわけですよ、はい、で、ここのお店の名前が引っ張りだこでしょ、うん、だからきっとね、
最終的に文章とひっくるめてまさに引っ張りだこっていう持っていき方をするのかなと思って僕冷静に見てたんですよ。枕下手なんですよ最初から先から言うときやったらあ赤ウインナーが忘れた頃に赤ウインナー懐かしい味やね。美味しい、うん、あ懐かしい懐かしい美味しい。いただきます。赤ウインナー落ち着いて赤ウインナー美味しいね。久しぶりに食べるとね。というわけでいかがでしたでしょうか。界隈次回お三人はどこをグダブラするのでしょうか。ではでは。